大塚玲奈は、日本出身の社会起業家、国際公務員、エコトワザ代表取締役社長を経て、国連開発計画環境専門官、中日アメリカ合衆国大使起業家大賞等を受賞、ダボス会議グローバルシェーパーズコミュニティ選出、東京都生まれ、2歳から10歳まで父の仕事に伴い、ニューヨーク州で暮らす。 アメリカ合衆国の知能指数トップ5%の児童を対象とするギフテッドタレントのプログラムに参加。女子学院中学校、高等学校を経て2004年、一橋大学法学部卒業。大学在学中の2001年から2002年まで、一橋大学海外派遣留学制度でカリフォルニア大学バークレー校に留学。 2017年ハーバード大学大学院修了 MA 株式会社リクルート住宅情報事業部で営業や事業企画に従事した後2006年株式会社エコトワザ設立同社代表取締役社長2017年から国連開発計画環境専門官としてルワンダ事務所で生物多様性関連のプログラムを担当 女性企業家大賞スタートアップ部門優秀賞、全国商工会議賞女性会連合会会長賞、受賞、中日アメリカ合衆国大使企業家大賞受賞、ダボス会議グローバルシェーパーズコミュニティ選出、環境ビジネスウィメン4期生、ありがとうございます。